はい、皆さんこんばんは、藤井カレンです。お待たせいたしました。ちょっと時間が遅れてしまったんですけど、はい、始めたいと思います。今日は明日もうネロリの、オープンということで、今日はネロリのお洋服を着て実際にご商品紹介を、していきたいと思います。明日に向けて皆さんも商品をたくさんいろいろ質問してもらったりして、私たちも答えられるところまで答えていきたいと思うので、いろいろ明日まで悩んでいただけたら嬉しいなと思います。そして、今日はスペシャルゲストをお呼びしました。じゃあこんばんはさやかですと、かえでです。よろしくお願いします。すごいね、大中小で確かに、はい、今日はもう早速来てもらってるんですけど、どうですか。昨日ちょうどビジュアルが解禁になったんですけど、これ昨日ね、本当にネロリのインスタ見て可愛いなって、写真見て思った商品を今日実際にちょっと着させてもらったんですけど、ありがとうございます。すごい、着心地も抜群だし、私写真だけだったら、この MA1 の素材が後ろがこうシャツっぽくなってるのを知らなかったの、ちょっと気づけなかったんですけど、今日実際に着てみたら、あ、めちゃめちゃおしゃれじゃんみたいな、そう、こんなねアイテムを今日はまず最初に着させていただきました。よろしくお願いします。ちなみにカエルちゃんの身長は168cm で、今日ちょっとヒール履いてるから170超えぐらいあるんですけど、それでもバッチリ、丈もバッチリね、いい感じです。はい、よろしくお願いします。私はカエルの色違いのスカート着てて、これサスペンダーになってるんだけど取り外しできるんだよね。ね、だから気分用途に合わせてそうだね。さっちゃんは153cm で、今日はヒール入ってきてます。はい、ね、そんな感じで皆さんもイメージしながら見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、では早速もう初めの商品紹介からいきたいと思います。はい、では最初にコンビネーション MA1 ですね、楓さんが着ていただいているものと、はい、コンビネーション MA1 のスカート、お二人着用していただいているものの紹介です。こちらですね、フロントが MA1 になっていて、バックスタイルが、シャツデザインの異素材コンビネーションジャケット、スカートも同じようなデザインですね。こちら MA1 のジャケットの方が27,000円、スカートの方が21,000円で、じゃあセットアップでもいいですし、さやかさんのように単品で着ていただいても可愛い素材となってます。どうでしょう、着心地など。いいです。あとここなんかゴムだから、いっぱい食べても良さそう。確かに、なんかこの、私 MA1 とか結構普通にしかこうやって着るあれがなかったけど、さっきカレンがこうダブルなんていうんだっけ、ジッパーだから、ここ開けても可愛いみたいな感じで教えてくれて、なんかすごいいろんな着方ができそうだなと思って、すごい万能アイテムです。これ一枚ですごいおしゃれさんな感じになりそう。なんかさ、MA1 と MA1 はカジュアルなんだけど、こっちがさ上品っぽいからさ、シャツになんかカジュアルダウンしたいときはそれこそスニーカーとかでもいいけど、上品にしたいときはこうやって今みたいなブーツとかで上品にもまとまるから、それがなんか気分に合わせて楽しめそう。ちなみに前のフロントジップのスカートは今お二人とも素足で履いていただいているんですけど、結構ガバッと開けてパンツ合わせとかもできますし、今サスペンダーなんですけど、そこもボタンで調節ができるので、身長に合わせてサイズ調整できます。ちなみに今お二人 M サイズ着ていただいて、あ、すいません、スカートの方はフリーサイズなので、サスペンダーなどで調節してください。かわいい。こちらもブラックとベージュの2色です。はい、どうでしょうか。ランウェイしてみて。こちらネロリです。ということで、じゃあ次ちょうどニットの、ご紹介に移りますので、カエルさんお聞かせお願いします。こ
ちらニットのトップスの方が9000円ですね。こちらブラックとネイビーで、今ネイビーを着ていただいてます、はい、でそちらとデザインが似てるんですけども、うん、タートルワンピースの方もございます、はい、こちら13,000円で、ブラックとレッドがあって、はい、今レッドを着ていただいてます。これ2つとも素材感は一緒なんですけども、首元とか袖とかちょっとずつデザインが違います。はい、あとはスリットも結構入ってるので動きが綺麗に出ます。でトップスのさやかさん着ていただいてる方は、はい、袖口が結構大胆に折り返して長いから、ね、はい、調節もできるんですけど、基本的に折り返すデザインで、はい、ここがポイントになってます、うん、こんな感じで、ね、サロペットとかインナーとしても着用できるので、はい、結構幅広く使えるアイテムです。はい、さやかさん着替え、はい、このカレンさんの着ていただいてるタートル、はい、ニットワンピースはこうルックでもすごい反響があって、あ、すごいですか、この色がレッドがすごい素敵ですね。そうですね、このロゴが本当に効いてるの でこちらなんとこう結構ニットってチクチクしちゃうと思うんですけど、うん、こちら加工でチクチクしづらい感じで、うん、肌触りとかどうですか？本当に私もあのニット着るときにすごいチクチク感があるので、1回しか本当着れないと思っちゃうんですけど、結構これこだわったポイントで、あのサンプルの時点から本当ちょっとでもチクチクしたら言うようにしたりとかしたので、本当全然チクチク感はなく、むしろ本当着心地が良く、じゃあ続くロゴのアップが見たいと、首元のアップお願いします、はい、こんな感じです。刺繍されてます、ね、刺繍されてます、はい、首元も可愛いデザインになってます。はい、こちらかなり伸びるので、うん、伸びがすごい効いてるんで、ストレッチがたくさん伸びる、うん、こちら金額も13,000円でお求めやすくなってますので、はい、ぜひチェックしてください。お願いします。じゃあ続きまして、はい、こちらです。こちらのレロリの23,000円、ブラックとグレージュのアイテムになってます、うん、はい、あれ結構襟がポイントで、このエッジが効いた角度の大きさも、はい、うん、結構普通のシャツよりも大胆な襟があって、あと裾の広がるティアードがポイントですね。このラウンドがこうジグザグにいってるカートになってます、はい、で紐でウエスト後ろの方で調節できるので、うん、はい、なんかあのストンって着ても可愛いですし、ちょっとギュッと結んで丈をアップしても可愛いです。すごい、着心地などどうでしょう？え、なんかすごい、あの私が今まで着てきたこのちょっとシャツワンって言ってるんですか、うん、これの中で一番素材がいいです。おすごい肌触りが、肌触りもいいし、うんうん、なんかちょっと重みがある素材なのかな、うんうん、だからなんかすごい背筋がシャキッと伸びて、うん、なんかすごいいい女になったようになるもん結構フォーマルなシーンとか、うん、なんかいろんなシーンに使えます ねあんまり普段こういう格好しないんですけど、なんかちょっとこれは普通に着たいなと思いました、うん、ちょっと後ろの方を、後ろの首元を見せてほしいんですけど、ここ開いていて、ここホックを外すとちょっと肩落ちをさせて、うん、なんかラフな感じでも着れるので、なんかシーンに合わせて着回しできるアイテムになってます。でこちらルックだとカレンさんが、アシンメトリーカットショートベストを着ていて、それがすごい好評なので、ちょっと後ほど、あ、用意できましたかね、ちょっと後ほどそれも紹介したいと思います。あ、カレンさん来ました、はい、こちら色違いのブラックですね、はい、この2色展開です。
サイズ展開知りたいというコメント結構多いです。ああ、はい、こちら今までのが全部、F、フリーサイズで、こちらのワンピースもフリーサイズになってます、はい、これ本当にしたボリュームがかなりこう生地を使ってたくさん贅沢に使ったのですごい動くと綺麗です、うんうん、でこれがニットベストの方を合わせるとすごい可愛いので、はい、あ、可愛いかも、その写真間違えだめっちゃ可愛いかこちらシンメトリーカットショートベスト12,000円で、こちらフリーサイズですね、はい、ブラックとグリーンの2色展開になってます。可愛い刺繍が、ロゴの刺繍が入ってます。この肩が切れてるデザインになってるので、なんかこのワンピースにも合わせられるんですけど、うん、T シャツとかの上に着ても全然可愛いんじゃないかなと思います。はい、じゃあ楓さん次のお願いします。じゃあさやかさんに続いての、はい、こちら先ほどのニットに合わせていただいてるんですけど、ラウンドファイティングスリップドレス21,000円のフリーサイズ、ブラックとネイビーの2色です。こちら今着ていただいているのがネイビーですね。ネイビーのニットにネイビーのスリップドレスを合わせていただいてます。こちらが、パイピングでアクセントを加えたキャミソールドレスで、肩紐が2本あるので、うん、ちょっとデザイン性もあって調節も効く感じです。はい、さあちゃんは身長153cmなので、だけどあれこれサイズはこれフリーサイズで、フリーサイズなんですけど調節できるようになっているので、全然さあちゃんの身長でも、ね、うん、切れそう、切れますね。そう、結構身長150cmの方は切れますかっていう質問がとても多かったので、アジャスターで、はい、アジャスターで調整していただいて、でなんか夏とかは本当にニット着ないで、このまま1枚でさらっと着てもう着れますし、本当オールシーズン使えるアイテムになっています。なんか後ろのリボンのところ見たいって書いてください。はい、リボンのところはこういう感じになっています。この二重にこう紐があるので、ちょっとフェミニン感を表現しましたね。でこのジップが結構大胆にガッと開くので、はいはい、着脱がすごい楽ちんな仕様になってます。はい、で後ろにあるのがブラックですね、はい、ちょっと一瞬見せてもらって、こっちも白と黒のパイピングがすごい映えて綺麗なお色になってます、はい、どうですか着心地は。え、シルクすごい生地が光沢感があって、うん、すごい上品だし、動きもすごい綺麗に出そうだな、うんうんうん、ここが二重になってる、うんうん、はい、ですね、女性らしい、うん、はい、はい、では続いてのアイテムいきます。はい、次あ、これ忘れちゃった、ペンシールド、後ろの、はい、もう一回ロゴとここのポイントをお願いします。ロゴはこんな感じです。見えます？見えます。はい、なのでいろんなあのお手持っているファッションのニットを着てるだけで、はい、ポイントになります、ね、うん、ポイントになります。結構秋口とか、うん、ちょっと寒くなってきたなぐらいだと、はい、すごい使い勝手が良いの で、はい、普通にあのシャツでもいいですし、うん、カットソーでもいいですし、なんと使いやすいアイテムになってます。丈が、ね、うん、短めなのでロングスカートとかワイドパンツとかすごい合わせやすいですね。じゃあ続きましてシフォンボーラウンドカットドレス23,000円のブラックとボルドー、こちらが SM の2サイズ展開で、今着ていただいているのが M サイズになります、うん、はい、こちらがシフォン生地を使用した、透け感があるんですけど、この体のラインとかはちゃんと透けないように構成されている、安心して着られるドレスです。
でシャーリングでウエストマークしているので、はい、身長とかの調整もウエストで調整できるので安心ですし、結構帽帯の形とかがすごいこだわっていて、うん、こう下がラウンドしてて、でちょっと長めっていうのもすごいおしゃれなポイントです。これはネロリの花をイメージした帽帯になってます。ファンみたいな。お袖もちょっと透けてるんですよね、うん、この透け感がすごい女性らしくて可愛いアイテムです。ここ横の心ラインめっちゃなんか素敵ですね。綺麗ですね。そうちょっと背中も見せていただいて、はい、ここが結構大胆に空きがあるんですけど、うん、下着とかは見えないぐらいの空きの設定にしてるので、うん、女性らしさがここでぐんといいチラ見せをできるアイテムです。横から見たのめっちゃ素敵ですね、うん、この透け感かっこいい。ここと、うわ、いい女になっちゃうネロリ来たら。このスカートの揺れ感もすごい可愛いですね、うん、足もちょっと透けますね、うん、透け感があるのでブーツにも合います。確かに、さっきより上品。確かにネロリ着るとなんか背筋スッとして話し方もなんかすごい上品、上品らしく品のある女性に、かなりスタイルアップもできるアイテムですね。でこれルックだと、カレンさんがベストを一緒に合わせて着てるんで、そのスリーウェイのジャケットも今さやかさんが着ていただいてます。これが先ほどのドレスの黒ですね。かわいい。黒もすごい透け感がより際立ってかわいいアイテムですね。でこちらも今 M サイズ着ていただいてるんですけど、 S もあるので、 S だともうちょっと丈感が4センチぐらい短くなるので、150センチ台の方とかだと S でもちょうど良さそうです。スカートどうでしょう。スカートワンピースの方は涼しそうですね。動きもあるからやっぱり、はい、そうですね。なんかここがこういう形になってるので、ちょっと花びらを意識したような裾感になってます。このジャケットの方はジャケットじゃない、ベスト、うん、後ろも自分で調節できるんですけど、まあ、これなくてもいいですし、こう取り外してもいいし、あとこのボタンにこうネロリのロゴが入っているので、それもポイントになっています、うん、はい、でボタンがそこのベルトが調節できるので、はい、ウエストマークが、じゃあその商品に行きましょう、はい、こちらがなんとスリーウェイのジャケットになっておりまして、ブラックとダークグレー、今お二人が着ていただいているのですね。今カレンさんの方が全て全部セッティングした状態で着ていただいてて、さやかさんの方がベストだけを着ていただいてます。でさらにスリーウェイなので、うん、上のショートジャケットとしても着れるので、はい、すごいスリーウェイでお得なアイテムとなっています。こちら37,000円、ブラックとダークグレーで両、フリーサイズとなっております。これは生地感的にも本当これだとオールシーズン着れるので、夏とかだとあの T シャツの上にベストでも可愛いですし、はい、これだとショート丈の見せた方がいいですね。そうですね、ショート丈バージョンももし見れたら、はい、でこちらにボタンがあるんですけど、このボタンはショートジャケットを、セッティングした時にずれないようにここにボタンがあるので、上だけ着ても変にずれたりしないでフィットした状態で着用できます。はい、はい、カレーさんショートジャケットです。バージョンになってて、ここにフックがついているのでこんな感じで締めていただいて、はい、ショートジャケットとしても
消えます。はい。こちらは2色ですね。2色です。ブラックと、はい、あります。こちらもかなり人気アイテムになると思う。はい、で今着ていただいている続きまして、ボリュームアーミーロングシャツ、あ、ロングスカートですね。こちらカーキとベージュでフリーサイズになってます。こちらがですね、アーミーディティールのポケットがポイントのロングスカートです。でウエスト部分が結構太めのリブが入っていて、はい、トップスをインしても、うん、結構ガシッと固定してくれるので、はい、あとはゴムになっているので、ほんとこれも全然、ね、伸びてお腹いっぱい食べてみたいになってます。今回のコレクションの結構特徴的なんですけど、はい、やっぱり生地がたくさん、そうです、ね、たっぷり使っていて、はい、もうボリュームとか広がりがすごい贅沢な仕上がりになってます。はい、動きにすごい映えるスカートですね。はい、これすごいおすすめで使いやすいですね。あの MA1 と、ね、合わせて着ていただいてもなんかちょっとセットアップっぽくなったりもすると思いますし、今後ろにカーキがあります。こちらがカーキになってて、はい、結構これも素材的にも長く季節、はいはい、オールシーズン使えるようなアイテムかなって思うので、うん、そうですね、うん、今カレンさんが着ていただいてる、はい、こちらメロディの収納入ったタックプルオーバーです。出した方が分かりやすいかな、うん、そうですね、はい、デザイン性があるので、こちら11,000円で、ブラックとオフホワイトで、こちら S サイズと XXL っていう風にサイトに書いてあるんですけど、はい、今着ていただいてるのが S サイズで、で XXL っていうのがちょっと今こう手元にないんですけども、うん、結構大きめのデザインになっていて、はい、女性だったらちょっとうん、あのビッグシルエットのワンピ風に着ていただいたりとか、はい、このぐらいあるんじゃないかなと思います、ね、で男性でもこれはちょっと着ていただけるようなサイズ感のを作ったの で、 そうです、ね、唯一、はい、唯一の商品です。男性の皆さんチェックしてください。でこちらあの商品が来たらまたインスタ等でサイズ感こんな感じですって XXL も紹介したいと思います。はい、でこれは何といっても胸に刺繍が入っていて、はい、でこちらは2カラーで、2カラーです、ね、白もあります。はい、刺繍がしっかりここに入っています。でさらに裾に向かってちょっとアシンメトリーなデザインになってます、はいはい、見えますね、はい、なのでアウトしてもすごいおしゃれにただの T シャツっていう感じじゃなくて着れるのでおすすめです。さらに袖がボリュームになってますね、そうなんですよね、なんか、はい、ボリュームスリーブでこんな感じですね、かわいい、はい、でもしっかりリブがあるので、はい、こうだらしない印象にはならないで着ていただけます。しっかりしたカットソーって感じですね、うん、はい、おすすめになってます。なんか質問とか来てますか？来てます。白が透けますかって来てますね。はい、あ、これ私撮影の時白を着たんですけど、うん、その時にあの黒のブラをつけてたんですけど、うん、全然透けずに、うん、結構肉厚なデザインで、はい、まあ、心配な方は、ね、来ていただいた方がいいかもしれないですけど、うん、結構分厚い、薄っぺらくなくてしっかりしてるので透けないかなと思います。よっぽどね、緑とか黄色とかじゃなければ、はい、あともう一回トップスの値段を知りたいとコメント来てます。はい、トップスの方が11,000円ですね。でスカートの方の値段っていうのを着てたんで、はい、こちらのボリュームアーミーロングスカートは18,000円の税込みです、はい、生地は固めですか？スカートですか？これは全然なんか硬くはなくて結構シャリシャリしてる感じなので軽いですし、うん、あのボリュー生地のボリューム感ですごくしっとりと落ちてる感じに見えるんですけど、割と軽めな感じです、うん、はい、
結構でもしっかり張り感があって、はい、はい、こちらとってもおすすめです。形が綺麗に出るぐらいの生地の厚さはあります、はい、まして、うん、あメインの、はい、じゃあメインのコート紹介したいと思います。じゃあ最初に、黒を、はい、着ていただいたんですけど、これは 2way になります。 2way コートですね、はい、42,000円の税込みで、ブラックとホワイト、サイズが S と M あります。うん、今 M サイズを着ていただいてます。はい、じゃあカレンさんもオフホワイトの方を着てもらいます。こちらなんと、2way なんですね。今じゃあさやかさんは普通にまっすぐに前ボタンを止めたバージョンで、はい、カレンさんの方にちょっと 2way 目を着ていただきます。はい、2way 目はですね、こちら入ってるんですけど、これを第1ボタンのところに止めまして、これをこっちですね。はい、あこっちですね。あこっちですね。これもボタンにネロリっていう文字が入っていて、かなりオリジナリティのあるデザインになりました。はい、ちょっと変形されてるデザインで、はい、じゃあさやかさんも横に立っていただいて、はい、この2パターンで着ていただけます。はい、じゃあカレンちゃん、これのこだわりのポイントをお願いします。はい、こだわりのポイントはそうですね、やっぱネロリ像として私がイメージしてたのは、結構女性凛とした女性像と、あとはちょっと妖艶なやっぱ女性らしさっていうところを花びらでこうイメージしてて、そうなった時にこう曲線美っていうのがすごくネロリに合ってるんじゃないかなって思って、今回のコート、なんかネロリらしさみたいなものを作りたくて、今回はこのコートにこういう襟のデザインをしてオリジナルで作ったんですけど、はい、こんな感じで作りました。これポッケもついてるので、結構本当使いやすい。確かにポッケ4つある。そうなんです。びっくりした今。そう、普通に来た時と 2way のちょっと変形で来た時、両方使いやすいように2パターンポケットが用意されています。うん、はい、そうですね。サーちゃん153cm で、結構この着方も可愛いけど、身長が低い方はタイトルにしてもらったらもっと可愛く見えるのかなと思います。これタイが来てるか、そうですね、ちょっとこう斜めになって人がタイトな感じになってます。はい、いいね、変形変形系で可愛い、はい、可愛い。うん、スリットも結構大胆に入ってて、足さばきがすごい良いですね。そうですね、サイドと後ろにも入っているので、うん、やっぱカレンさんが何度もサンプルを修正した素材感、はい、うん、そうですね、素材感、これは本当こだわって、うん、ファーストサンプルからだいぶ進化しましたね。はい、だいぶ進化しました。なんかやっぱりコートなんでしっかり暖かい方がいいですし、はい、かなりしっかりした生地感になってます。生地は厚めですかってコメント来てます。分厚いまではいかないんですけど、素材がいいので暖かいですよね。素材が本当にいいのでかなり暖かくて、もう冬ずっとこれ着れるんじゃないかぐらい、はい、あ裏地見せてくださいっていうのも、はい、裏地は裏地こうなってます。しっかりついているので、はい、暖かいです。これが本当使いますね。綺麗にラジがついている感じになります。重さが重たいですかって質問が来てます。重たくないです、全然。そこも結構こだわったんですけど、重さがあるとかなり、ね、冬だし疲れるの でも軽すぎもせず重すぎもせず感じ。なんか冬だけどニットとか着てもかさばらなさそうに、うん、そうです。中にトレーナーも着れますかって着てるので、うん、ニットでも大丈夫ですね。うん、全然着れると思います。
でウール入ってますかってことなんですけど、ウール 100% ですね、表の生地は、はい、そうですね。あとコートの再展開お願いします。はい、こちら S と M の2サイズ展開で、今お二人とも M サイズを着ていただいてるので、身長によとかによっては S サイズでも良さそうです、うん、そうですね。さあちゃんちょっとヒール履いて全然ちょうど M でも着れるぐらいなので、うん、結構心配しないで大丈夫かも、うん、M でも着れるので、多分 S サイズだともうちょっと上がって、うん、カレンさんの着用感ぐらいのサイズ感になるの で、はい、オーバーサイズで着ても可愛いですし、うん、ジャストサイズでもいいので、そこら辺はお好みでっていう感じです ね、 ですね。今 S サイズのご希望が、見たいという希望があるんですけど、ちょっと今 S サイズがないの で、 で、ね、また、S サイズができた時になんか着用感とかいろいろ着ていただいたりとかして、ストーリーズとかインスタで配信したいと思うので、ちょっと細かくチェックしていただいて、あ、ブラックの方もう少し近くて見たいと言ってます。かわいい、やっぱり高級感がねありますね。カレンちゃんに黒のコート着てみてもらいたくて、さ、うん、あちゃんの黒いワンピース見たいみたいです。はい。じゃあ、そしたらじゃあ白を楓さんに着ていただきましょう。ちょっと引き気味でなんか全体像が見たいみたいです。長さ丈感だったりとかっていう。かわいい。あ、かわいい。これぐらいの丈感ですね。はい。背中も開いててちょっとひょっぴりセクシー。こちらも、はい、今 M なんですけど S サイズもあるので S サイズでも良さそうです。ただ、ウエストがシャーリングでウエストマークできるので、はい、結構長くてもちょっと位置を合わせられるので、身長によって調整できるので、結構いろんな身長の方に着ていただけると思います。なんかこことかも全然こうのもいいし、あのリボンにしてちょっとガーリーはい。で、カエルちゃんも今同じワンピースを着てて白を着てくれました。じゃあ黒着たから。はい。カレンさん黒着て全体像をちょっと見ていただいて。はい。これは M サイズ着てます。私は165センチぐらいです。ちょっとヒール履いてるので67センチぐらいですかね。大丈夫ですか。はい、はい、カエルちゃんの白いワンピースのコートお願いします。カエルちゃんは168で今ヒール履いてるから175とかあるかな、うん、なんかさっきそう見た時にちょっとカエルの身長で丈どうなんだろうって思ったけど、うんうんうん、全然、うん、全然ちょうどいい、もうちょっと前うん、全然ちょうどいい、丈もちょうどいいし、お願いします。なんかちょうどいい、確かに、うん、なんか意外と本当ちょっと心配な部分ではあったんです。なんか高身長の、あってますか、はい、高身長の人でもなんか全然あの丈短ってならない、ならないですね、そういうこの M サイズ、うん、はい、はい、あ、今度サーちゃんにも白のコート着てみて、みんなのが見たい。白もすごいお似合いです、ね、中に黒着てるので、はい、あの、かわいいですね。はい、全然 M サイズでもいけます、うんうん、肩もちょっと落として着ていただくデザインなの で、ね、はい、肩がちょっと余ってるっぽく見えるんですけど、うん、全然デザイン的に変ではないので、うん、ちょっと余裕を持ってオーバーサイズで着ていただきます。はい、カエルちゃんもこのワンピースを着てもらいます、はい、
さっきご紹介しました、ね。なので3人並んでいただいて、はい。じゃあこれで一通り今回のコレクションのお洋服紹介しました。いかがですか？なんか質問あたり。コートの中にネロリのタグは入ってますか？と聞いてます。はい。じゃあタグのポイントもお願いします。今回タグもかなりこだわって考えております。はい。こちら入ってます。見えますか？見えるかな？はい。このタグはですね、本当この色分かりづらいかな？色あったんですけど。白に見えるんですけど、意外とこうベージュっぽい、そうですね、っぽい色に、この黒に見えるんですけど、実は深いグリーンの糸で、作ってありますね。こちらもなんか本当モノトーンの洋服でも合うし、結構フェミニンなお洋服にも合うように、バランス感を考えました。はい。それぞれの商品についているタグにも注目していただきたいです。はい、着てみて、さんにいかがでしょうか。私は全部着たことあるので、今日カエルさんとサイカちゃん、初めて、昨日は写真で見てもらったけどさ、商品見ていただいて、実際どうですか、着てみて。かわいい、誰も可愛いし、すごいなんか、形だったりとか、ちょっとなんか変わった形が多かったりするので、すごいおしゃれに着こなせそうで、確かにさーちゃんとか結構着こなしがね好きだし上手なので、本当人それぞれ全員ジャンル違うじゃないですか、合わせ方の、だけど本当ネロリのアイテムってこうアレンジしやすいので、なんかさーちゃんも普段着てもらってどういうアレンジするのかなとか楽しみです。でもなんか本当普段着ない系統のこうお洋服、割とストリートなファッションが多めだから普段着ないけど、なんかさっきも言ったんだけど、なんか今日着たアイテムやっぱなんか着るとすごいなんかシャキッとしたなんか気持ちになって、なんかさっきカレンがそのブランドをこういう気持ちで作りましたみたいな、なんか凛とした女性とか言ってて、本当になんかそれを聞く前からなんかやっぱ着るだけですごいなんか背筋伸びるし、なんか自信を持てるというか、なんかあこれで街を歩いたらすごいみんなが振り返るようなこう洋服だろうなっていう風にすごいさっき思ったので、なんか本当にぜひこれを見てる皆さんにはこの気持ちをぜひこの洋服を着て、分かってほしいというか、もうぜひ着てほしいなと思いました。ありがとうございます。彼が、ね、頑張って作ってたのを、ね、知ってるからね余計に、はい、とっても2人ともお似合いで、ここでもう一つお知らせがあります、なんと今回ローンチを記念して、ノベルティがございます、商品すべて明日発売なんですけども、こちら先着になります、なんとこうネロリのオリジナルハンガーですね、はい、こちら、3万5千以上お買い上げのお客様で先着でプレゼントとなるんですが、ちょっと購入方法がノベルティ欲しい方の購入方法があるので、そちら、この後ストーリーの方にリンクを貼るので、そちらをよく読んでご購入ください。じゃあこちらね、ハンガーのポイントをお願いします、ポイントはそうですね、この色も本当さっき言ったようにタグと同じようにどんなお洋服にも合わせられるような色合いに仕上げたところがポイントになってて、あとはこれあれですよね、なんかキャミとかかけられるようになってるので、紐もかけられる、はい、本当は本当軽い結構軽いので、なんか全然中が結構空いているので軽量化がすごいできています。そうですね。でここのフロッキー加工をしてるんですけど、高級感もあるし、さらにお洋服が滑りにくい効果もございます、
が欲しいと。ファンが欲しい。欲しいですよね。たくさんコメント来てます。私ももう2つゲットして買ってるんですけど、なんかお気に入りのお洋服をかけたくなるようなハンガーだなって思います。なかなかこういうハンガーお家に ないですよね。でここ暑いのでアウターもかけれますね。はい、コートもこのコートかけてみましょう。可愛いな。なんで可愛いの？はい。ぜひ皆さん、はい、こちらもゲットしてください。はい。あと今コメントで質問が結構来てるんですけど、うん、はい、まず明日何時から発売ですかと来てます。はい、明日は11時から、はい、午前ですね。11時からオープンになります。はい。ですので多分最初の方アクセスが集中したりとか、うん、なんかそう混み合ったりとかすることも予想されるんですけど、今のうちに会員登録をしていただいておくと、カートまでスムーズに進めるので、はい、なんかスピード感がすぐ変えるっていう感じになるので、うん、会員登録はぜひ事前に済ませておいてください。お願いします。でさらに、はい、LINE アットの方をネロリーの方、はい、公式で開設しておりまして、うん、そちらが今回もローンチ記念として、明日の朝に送料無料のクーポンを配布することになりました。これはいいですね。なのでぜひ今晩中に LINE アットの方も登録お願いします。サイトの方から飛べます。ネロリーがしておりはい、ですね。こんな感じで皆さん最後に質問大丈夫ですか？はい、で購入方法などについて、うん、なんかよくあるご質問ということで、はい、Q&A のページをご用意しております、うん、でそちらストーリーズに貼ってありますのでアーカイブに残っていると思うのでそちらをよくお読みになって、でさらにわからないことがあれば、サイトのコンタクトフォームお問い合わせの方からご質問いただければと思います。はい、それではもういよいよオープンが明日11時からになるんですけど、皆さんに、まあ、今日商品たくさん紹介できたので、まあ、カエルちゃんとサーちゃんも協力してもらえて、なんか身長の感じとかもかなりこう2人の身長がすごい、うん、いい感じで私のちょ私が間ぐらいでバラバラだから、バラバラだからなんか本当に分かりやすかったんじゃないかなと思います。またよかったら出てください。ありがとうございました。ちなみに最後に3人のスクショタイムが欲しいって言ってます。寄ります。寄りましょう。はい、じゃちょっとだけ、はい、ちょっとだけスクショタイムお願いします。はい、ショータイム。そう、それがね、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後にカレンさん締めの一言葉をいただいて、はい、インスタライブを終わりにしたいと思います。はい、ました。今日は本当にありがとうございました。最後までお聞きください。はい、本当にネロリのアイテム一つ一つこだわりがたくさん詰まっていて、本当さっきカレンちゃんも着るとこう凛とした気持ちになるって言ってくれたんですけど、本当たくさんの女性の方にもっともっとさらに素敵になってもらいたいなっていう思いがあるので、ぜひよかったら自分らしくこのネロリのアイテムを着て楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ぜひ明日皆さん楽しみにしててください。今日は本当にありがとうございました。